こんにちは、転校生くん。驚かせちゃったかしら。ごめんね、あなたの姿を見かけたから。ええ、私シチリアでテロリストと戦ったでしょ。話を聞いてみたいんだってグリモアに招待されたの。正直門をくぐるときは緊張したの。何しろだもの。改めて転校生くん、かつて私がやったこと謝るわ。謝って許してもらえるようなことじゃないのも分かってる。ごめんなさい、あなたに寛容をお願いしてるみたいになって。ありがとう。それじゃあ、そうね、これから仲良くなりましょう。まずは学園のことを教えてもらえるかしら。って言ってもある程度知ってるんだけどね。忍び込んでただけじゃなくて、梅に連れられて何度か来たことがあるから。アマルカンタクは雑多でごちゃごちゃしてるんだけど、こっちは綺麗よね。だって学園内でバザーしてるのよ。グリモアではないでしょ。人数の差もあるけど、グリモアは規律があるっていう感じ。あら、何その顔。違うってこと？贅沢よ、それ。一度アマルカンタクに留学してみる？うるさいわよ、朝から晩まで。アサリは精鋭部隊で、ジェンには学園長とお友達、梅もリンゴも卒業生だし、着々と学園にシソ十家が集まってるわね。ジェンニーの入学はいろいろ騒ぎになったけど、それだけここに通いたかったってことだから、優しくしてあげてね。ああ、気にしないで。テロリストのことはもう報告し終わってるから、今日の残りと明日以降は自由時間。梅のところにも行ってみるつもり。これまでは行けなかった、いろいろなところもね。今私はやり直してるところなの。人類のことを考えるなんて大きなことじゃなくて、犯した間違いを償って、今度こそいい方向に進むように。ええ、あの時の私は信じていた。論理的に考えて、その結果行動した。でもこの状況は、あの時の私が間違っていたということ。並大抵の反省では、また同じ間違いを犯すかもしれない。だから徹底的に、まずはあなたとやり直したいの。そして学園の生徒たちと一般の人たちと。だからこれからよろしくね、転校生くん。いろんなところに遊びに連れて行ってね。転校生くんと仲良くなりましょう作戦。今日のお題は、二人で塩ファンに出かけてみましょうか。そう、デート。私ね、ずっと行ってみたかったの、塩ファン。でも行ったことはなくてね。梅の家に集まるとみんなお酒飲んじゃうし、小さな子がいてもシソ十家がゾロゾロ塩ファン歩いていると目立つでしょ。それ以外での理由じゃ日本を訪れることはなかったから。ん？あなたを襲った時に？なかなか反応に困るわね。でもいいの、こうやって実際に来ることができたんだから。今日は人が少ないのがちょっと残念だけどね。ええ、私賑やかな方が好きだから。親子や友達同士で来ている人たちがワイワイ楽しんでいるのがね。塩ファンだけじゃなくて、どんなところでも変わってるって言われるけどね。だから
アマル監督が好きなの。あの雑多な感じがね。ああ、そのこと。博愛の人ってちょっと皮肉よね。そう言ってくれるのは嬉しいけど、残念ながらそんなんじゃないのよ。私お腹空いてきちゃった。ご飯食べましょうかしら。私のことをもっと知ってもらうために、あなたに正直な話をしようと思う。昔から数学が得意だったわ。インドだからってわけでもないけど、暇さえあったら何かの計算をしてた気がする。例えばその場にいる人に身長を聞いて回って平均と中央値を出したりね。変な子供でしょ。そしてある時、家族から自分が始祖十家だと聞いた。強力な魔法の素養があって、世界の人を魔物から守らなきゃいけないって。その時ね、無意識に計算しちゃったの。世界中の人々を守るには誰かを犠牲にしないと無理だって。すぐ恐ろしい考えだと振り払ったけどね。それから私は人々を助けるためにできるだけ無視を決め込んだ。見た人は救う。それが悪人でもどんな人でも命の選別を行わないように。それが博愛の由来ね、きっと。でも、ええ、そう、最終的に私は計算してしまった。そしてそれは間違いだった。人が命の選別を行うのはどれほど傲慢なことだったか気づかなかった。その時私は数学者として、始祖十家として、そして人としても失格したのよ。だから今は一からやり直しているところ。一人の人間として、始祖十家のマイヤーとして、数学者としてもね。ごめんね、シオファンに来てこんな話を聞かせちゃって。よし、じゃあ一つ、私の弱みを教えてあげる。水が関係する乗り物ある？私泳げないのよ。だからそういうのに乗った時とっても怖がるから、その姿をあなたに見せておくわ。自分でもあんまり意味がわからないけど、見せておきたいのは、すっごく弱くて小さな今の私を誰かに。その誰かはあなたがいいわ。